ようこそ長崎県美術館へ。私たちは今アトリエにいます。教育普及担当の山口です。宮崎です。私たち教育普及担当の仕事はスクールプログラムの子ども向けの美術館の案内やイベントの企画、ワークショップ等を行っています。今日はプレゼントにもおすすめ、自宅で簡単にできるペーパーバッグ作りとグリーティングカード作りをご紹介します。ではまずペーパーバッグ作りからご紹介します。材料の説明をします。自宅にある紙を準備してください。柄がついているものだったり、無地のものだったり、大きさもいろいろ自由に選んでもらっていいです。紙質は少し張りがある方が折りやすいと思います。では早速作っていきましょう。折り方を説明します。こういった長方形の紙を長い辺に向かって2つ折りにしていきます。で、折り目をつけたら開いていただいて、この折り目に向かって両端から内側に向かって折ってください。はい、ではこれをさらにですね、内側に2つ折りにしていきます。底の部分のまちを作りたいので、さらに底の部分をもう一度折ってください。ここでしっかり折り目をつけるのがポイントです。折り目をつけたら一度開いてみてください。するとですね、ここに3つ線ができますので、外側の線を使って今から折ります。この線と紙の端っこを合わせながら、まちの部分の三角形を作ってみます。はい、こういった形で4箇所同じように折ってください。そうすると内側に箱の部分ができました。最後にこの上の部分を折り曲げて、はい、こういったバッグが出来上がります。それでは次はコラージュでグリーティングカードを作りましょう。皆さん、コラージュという言葉は聞いたことがありますか？コラージュというのはフランス語で糊で貼るという意味です。今日はそのコラージュの技法を使ってグリーティングカードを作っていきます。使う材料はカードの台紙になる厚手の紙、色紙です。そして一番大事なのがこう糊とハサミですね。こちらをご用意ください。では早速作っていきます。まず厚手の紙を半分に折ります。しっかりと折り目をつけてください。表面、そして中面、このようになります。次に色紙を切っていきます。相手のことを思いながら、どんな色がいいかな、どんな形がいいかな、想像をして切っていってください。たくさんのパーツをこのように切り抜いたら、カードにレイアウトをしていきます。糊ですぐに貼らずに、まずはこのようにパーツを置いて、どのような風に置いたらバランスがいいか構図を決めていきます。構図を決めたら糊で貼っていきましょう。コラージュの良いところは正解がないところです。
ですので自由に想像を膨らませて作ってみてください。中面も工夫して作ってみると素敵です。あとマスキングテープなどがあればこういうものを使うとより素敵な仕上がりになります。これらの作り方は長崎県美術館のブログアトリエだよりにて公開しています。長崎県美術館で検索をしてみてください。皆さんぜひお家でやってみてください。